暑すぎてね、ちょっとまた水出しコーヒーをねセットしました。これがね出来上がったらキンキンに冷やしてねいただこうと思います。コーヒータイム。今日はねさっき入れたダッチコーヒー、これはね冷えたのでこれをね飲みたいと思います。じゃあかき混ぜてね。それと昨日ね当たったゼスプリの、まあキウイ自体は自分で買ってきたんですけど、それのねキウイと、あと友達からねお土産でビワをもらったので、それを剥いたやつね、それいただこうと思います。コーヒータイム。今日はねノードさんのエチオピアです。まず蒸らしからね。今日なんと、まあ今日ね6月の27日なんですけど、なんと梅雨が明けました。いやー梅雨明けね、確かなんかねニュースではまあ過去最速の梅雨明けっていうことで、6月28日っていうのがまあ全国的に雨がね一番降りやすい雨の特異日っていう日なんですけど、それの前にね梅雨が明けるっていうね、まあ、今年の梅雨って、まあ、梅雨入る前は結構ね雨降ってたのに、梅雨入ってからあんまり降らなかったっていう印象あるんですよね。なんか沖縄では梅雨のね入りと終わりがだいぶ早くて、過去ね一番短かったのかな梅雨が、だったのに今までで一番雨降ったみたいなことだったらしいんですけど、関東はね結構雨が少なかったような気がするんですよね。なんで、まあ、夏のね水不足とかなんかそういうのがね大丈夫なのかなっていうところは気になるところなんですけど、まあそりゃねこんだけ暑ければ、まあ、梅雨も明けるよなっていう感じはしますよね。今めちゃくちゃ暑くて、昨日とかもね、昨日おとといとか35度とかなんかそのぐらいまでね気温が上がったとかいう話で、ちょっとまあ異常な暑さですよね。でって言って何喋ろうかなみたいな、喋ろうと思ってたんだっけかなみたいなところあれ忘れちゃったんですけど、何喋ろうとしてたのかな。まあ梅雨の話から何かに変えようかなと思ったんですけど、忘れちゃったな。いやまあね本当に暑くてあれですよね。まあ梅雨がね明けるのはいいんですけど、あそう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 だ、梅雨が明けたっていうのと一緒に、まあ今日ね電力需要がまあ逼迫してるって話で、その余剰っていうかその予備の電力がね今日の16時から17時ぐらいにかけて、まあ 3% ってか 5% 切るんじゃないか、 3.5% みたいな感じで、入れ終わっちゃった。はい、コーヒー入れ終わりました。 3.5% とかね言ってて、まあ節電しろみたいな話なんですけど、まあ節電するにしてもね、ここまで暑いと、まあクーラーかけないとね、熱中症で死んじゃうよっていう話なんですけど、まあ、これからね、まあまだ6月の末ですよ。これから7、8、9と暑い時期がね、続く中で、こんなね、でももっと気温が多分ね、上がってくると思うんですよ。もうすでに限界みたいな暑さですけど。上がってきた時にその電力需要がねかなり上がってきて、まあ停電とかねならなければいいなっていう感じですよね。いやークーラーないと本当死んじゃうからな、老人とか湯だっちゃうし。いや本当ね皆さんも、まあ、節電しなきゃって言われてますけど、
まあ無理せずね、冷房つけて体調管理はしっかりやっていきましょう。はい、じゃあコーヒーいただきます。美味しい。やっぱ野本さんのね、まあ、美味しいね、最高。あ、で今日ね、ちょっといつも撮ってる向きを変えてみたんですよ。なんですけど、どうだったでしょうかね。個人的にはね、今までの方がいいなっていう感じなんですよね。いいなっていうのは、あの画角を作りやすいっていう今日撮ってる先にあれがね、あのシンクがねあって、シンクっていうかね、流しがあって、でそっちがね入っちゃうとちょっとね汚らしい感じになっちゃって、微妙だなって感じだったんですよね。なんでまあ無理やりね、あの映らないような感じのところにしましたけど、それだったら今までのねやつの方がやりやすいなっていう感じですね。まああんまりね、そっちもその半分ぐらいね IH が映っちゃったりとかしてて微妙なんですけど、なかなかねかっこいい絵っていうのは難しいですね。まあ、今後もねちょっとなんか、まあどこで撮るようにするのかとか、そういうのもね含めていろいろ考えていきたいなと思います。はい、ジェコムです。今日はね、荷物がいろいろ届いたので、それをね開封していこうかなと思います。ということで、まずね一つ目っていうかね二つなんですけど、はい、まずじゃーん、これ、あのこれ何かっていうとね、スリクの三脚ですね。まあ、三脚って言っても、ちょっと開けてみるか。三脚と言っても、どっちかっていうと一脚に近いタイプの三脚。なんだこれ、なんだこれ、じゃーん、はい、こんな感じのやつですね。よいしょ、こんな感じ。だいぶね、横に持ってない、はい、こんな感じのやつですね。でこれね、普通の三脚じゃなくて、下の方をねこんな感じで、結構ね幅が狭いんですよ。というかこれね、実は今使ってるんですよね。このカメラが設置してあるのがこの三脚で、で今までね、ちょっといい、持ってこよう、はい、ちょっと持ってきたんですけどね、今まで使ってた三脚、まあアウトドアでねとか、外に持って行ってた三脚がこれなんですけど、これがね、まあ、安定感はいいんですよ。これマンフロットのやつでね、すごく安定感もいいんですけど、このビデオ三脚ね、いいんですけど、ここのね部分が、まあ、伸ばすとね、もちろんどんどん下がね広がっていくわけですよ。半径がね、設置する場所っていうのがすごい取るんですよね。なんでちょっとね、狭いところとかだと使いづらかったんですよ。なんですけどこいつはね、まあもちろんこっちの方が安定感もいいんですけど、こいつは結構狭い場所に設置できるんですよね。あの半径が狭いっていうか、でもっと安定させたかったら、ここの部分をねガバッてこう広げることができますし、さらにここをねこう伸ばすことができて、まあ最大でねこのくらいの幅で設置することができるんですよ。なんですけど、ここの高さがね少ない分、やっぱりね場所っていうのが取りづらくて、取りづらいっていうかね、場所を占領しにくい、あんまり占領しないっていうことで、すごい使いやすいんですよね。なのでこれをねちょっと、まあ、外用の三脚っていうのをこっちに全部切り替えようかなという感じで、今ねこれ、今ねっていうか、これを買ってみました。でただね、これのねここの運、この運台の部分ね、この運台の部分がちょっとねいまいちなんですよ。まあ別に使いづらくはないんですけど、ここのねこれ独自のねアルカスイス
5巻ではなくて、なんか独自のサイズのねやつになってて、あの他のアタッチメントとねすごい使いづらかったりとかするんですよね。まあ機能的には全然問題ないんですけどね、なんですけど使いづらいっていうことで、まあ、これは外してしまって、あ、そうそう、これね、ここをねこうやって取れば分解できてねコンパクトになるっていうのも、そういう利点もあって、これをね外用にしようかなと。まあ普段ねバッグの中入れるにはこれだとね長いのもあるし、ここの部分のね雲台の部分もでかいんでちょっと使いづらかったんですよね。てかバッグの中に入らなくて、でもこれだったらこのサイズでね、まあ長さは結構あるけど、あのまあバッグに入れやすいかなと。あとしかもねこれめちゃ伸びるんですよ、ビヨーンってこんなに伸びるんで、最大でね180センチだったかな、高さが書いてあるかな、この箱にこれ全部伸ばすと180センチぐらいの高さになるんですよね。しかもこのアタッチメントがね、まあパーツがついてて、これをねつけると、そうするとこれをねここにつけると一脚代わりにもなるっていうね。一脚ってそのすごい、まあ手持ちはしてなきゃなんないんですけど、自立はしないんでね、手持ちはしてなきゃなんないんだけど、手でねこうやって直に持ってるよりは全然安定するって、そういうやつなんですけど、それと代わりにもできるっていうね。これはこっちに取り付けてしまって、伸ばしてきましたけど、でそれとあとはもうこれ CH10 って書いてありますけど、 CH10 ってね書いてありますけど、これ何かっていうと、これなんでこの硬いの、じゃじゃーんと、はい、これがね、じゃじゃーん、はい、これがね、あれですね、スモールリグのビデオ雲台ですね。これもね、今使ってるんですよ。今カメラで、そっちのカメラで今三脚でくっつけてるのがこのビデオ雲台なんですけど、これがね、すごい使いやすいんですよね。コンパクトなビデオ雲台な上に、まずね、取り付けちゃいますけど、ここのね、部分のこのなんていうの、動きをね、まあロックしたりとかね、左右の動きもこれで動かしたりとかできますし、これでね左右の動きとかもできますし、さらにこの上下のね動きも、でロックをすごい簡単にロックができるっていうのと、ホールド感もねすごいいいのと、あと、まあ、もちろんねこのアルカスイス対応のクイックシューに対応していると。でしかもここのねこんな六角レンチがここにセットできるようになってて、磁石でね取り付けられるようになってるので、ここの部分ねなってるので、なんかいざという時の工具にもなるという感じで、まあ使ってない時は、使ってないというかね、まあ、分解していく時はこんな感じで、結構収まりがいいんですよ。なので、まあ、持ち運びする時とかもねこんな感じで運べてしまうので、こんな感じでね運べるので、かなりねすっきりするんですよね。それで、はい、こんな感じで持っていけばかなりコンパクトな三脚スタイル
でしかも安定感もそこそこあるよっていう感じで、高さもあるんで上からのアングルとかも撮りやすいですし、結構ね旅行とか行った時とかにこういうやつ、まあこっちだとね食事とか撮る時とかもなんかそのホテルの部屋とかでねルームサービスした時とかに三脚立ててね食事撮りたいなとか食事の風景撮ろうかなと思った時になかなかね難しかったりとかするんですよね。三脚を広げ高さを稼ごうとするとそうすると三脚を大きく広げなきゃなんなくて、で三脚を大きく広げるとそうするとテーブルとの距離がね微妙に空いちゃってうまくね撮りづらいっていうのがあったんですよ。なんですけどこれだったらねここの部分しか使わないの でしかもそんなにガタガタしなければこのぐらいのサイズでね足りてしまうので場所がね、なのですごい使いやすいんですよね。本当にこの三脚使いやすく一脚使いやすくて、なのでアウトドアとかに行った時とかの三脚はもう全部これにしようという感じですね。うん、なのでまあマンフロットのやつはねこっち側のこのねマンフロットのやつ、これはね別に捨てなくて、これはこれでねまあもちろんこっちより全然安定感があるのでキャンプのすごいゴツゴツしたようなところとかに行くような時とかにはこっち側のね三脚を持って行ったりとかしようかなと思ってます。はい、っていう感じのがまず最初の一件ですね。はい、あとねもう一つ、じゃじゃーん、メタシル。メタシルって何かっていうとこのねサンスターから最近発売されたばっかのメタルペン先、ペン先っていうかねそのメタル の金属の芯を使って金属で字が書けるっていうそういうペンですね。これをね買ってみました。もう前々結構前にね予約が始まってて、で予約して買ったんですけど、なんかすごい人気で一瞬でね予約終わってしまったんですけど、なんとかね1本だけ確保することができたので、じゃんと、はい、こんなペンですね。でペン先がこんな感じ、もうそのまんまね黒い金属でできてるんですけど、で持った感じだとこれ全体的にね材質がね、あここのねペン軸、あペン軸じゃない、ペン軸の部分、持ち手の部分ですね、持ち手の部分はアルミ製で、ここがね炭素と金属を合わせた特殊合金っていうことで、でこのね金属と炭素が微妙に削れていって、それで文字が書けるっていう感じですね。で、まあ、持った感じはかなり軽いですね。何グラムとか言ってたかな、グラム数は書いてないけど、まあ、約筆記可能距離が16キロ、これでね、でボールペン1本で何キロだったっけな、4キロとか7、5キロとかなんかそんくらいだったような気がするんで、まあ、それに比べるとねかなり、まあ、4倍とか近く、3倍から4倍近く長くね書けるんじゃないかなと思います。で、はい、これねちょっといろいろとね磁石くっついてたりとかするんですけど、これはね僕がよく使ってるパワータンクっていうタイプの三菱鉛筆ユニのねボールペンなんですけど、これとね比べてもそんなに重さ変わらない、なのでかなりね軽い感じですね。で書いた感じが2インチぐらいの濃さになるっていう感じらしいですね。ということでね、まあとりあえずちょっと試し書きしてみましょう。はい、ちょっとね机の上がごちゃごちゃしてて申し訳ないんですけど、実際にね書いていこうと思います。でいつもね僕が何か文字を書くっていうとこういうね付箋にね物を書くことが多いんですけど、これにね
まあ実際の実用紙っていうところで付箋に書いてみようかなと思います。はい。でまあちょっと比較対象じゃないですけど普通のボールペンですよね。はい。まあこんな感じの濃さですよね。うん、まあ普通ですよ。普通なんですけどこっち側で書くとはいこんな感じ。まあだいぶ薄いですよね。 2H って言ってるんですけど 2H よりももっと薄い感じがしますよね。うん、普通ぐらいの筆跡でやると、まあ、こんくらいの濃さになってしまうんで正直ねかなり薄い。僕の机にはシャープペンシルがないなんですけどちょっとねそこの今のここのカメラの場所からだとカメラとかってこう見えるかな、かなり薄いですよね。普通のね筆圧で書くと僕がいつも書いてるような筆圧で書くとかなり薄くなるかな。こういう硬い上で書くともうちょい濃くなるかなとは思うんですけど、はい、こんな感じの濃さですね。うん、相当薄い。まあ 2H っていうけど体感的には 2H よりも全然薄いかなっていう感じがしますね。で書き味も結構ね書き味に関しては僕は結構好きで、ボールペンってこうやって書いてるとスルスル滑りすぎちゃって逆にね書きづらいっていうところがあるんですけど、これに関してはすごい硬い金属、まあ本当にねそれこそまあもちろん当然なんですけど硬い金属、ちょっとザラザラした金属でガリガリ削っていくんでその抵抗感、心地いい抵抗感がねあってすごく書きやすい、書いてて気持ちいい感じがしますね。うん、ただ実用的かって言われるとかなり怪しいところですごい薄いので見えにくい。ノートとかに書くとでさらに、まあ、さっきねこっち側で書きましたけどこの上で、まあ、普通のノートとかにメモを取るとかなんかそういうような感じだと下がね柔らかいのでもっと薄くなる。だから本当に最初書いたここら辺のねこっちで書いても分かんないわ。ここら辺ね、ここら辺の濃さってなると相当ね厳しいんじゃないかなと思いますね。例えば学生とかの板書とかをねノートに書き写すとかなんかメモを取るとかなんかそういう時に使おうとすると正直ね厳しいんじゃないかなって気がしますね。ただ長時間まあ長時間というかまあ削れない、自分で削ることができなくて、まあ、削れないし削る必要もないっていうところで考えると、まあ、ずっとね書き続けるような感じだと、まあ、それはそれでねそういう用途だったん、そういう用途ならかなりいいのかもしれないですね。だから鉛筆の芯っていうかその筆跡がね薄くても大丈夫な場面とかだったらすごい活躍するかなとは思います。そんな場面ってどんな場面だよっていう感じではありますけど、まあそういう場面だったらいいんじゃないかなと思います。これあと一応ねここが取れるようになってるんですけど、こんな感じでねペン先が取れるようになってるんですけど、これ取れて別に交換できる芯が売られてるわけではないのでそこの部分ね結構ここのペン軸の部分はかなりペン軸っていうかねこの持ち手の部分は結構いい持ち心地なのでぜひね替えの芯みたいなのもね出してほしいところであるんですけど、
まあなかなかね面白いもの商品ではあるんで、今後もねこういうのって売り続けてほしいんですけど、今回の単発じゃなくてね売り続けてほしいには欲しいんですけど、もうちょっとね改良が必要かなっていう感じはしますね。うん、これだとな、まあ、こっち側の、まあ、今パワータンク使ってますけど、そのボールペンの代わりにこれを置いといて、まあ、適当に、まあ、乾くことももちろんないんでね、金属なんで、なんでこれ代わりになんかメモを取るとかいう時はちょっとね薄すぎちゃって厳しいかもしれないですね。うん、ただなんか用途で言ったらその議事録とかね、会議の議事録とか取ったりとかするときに、まあこれだったらね絶対に書き損じっていうのは多分ないと思うんですよ薄いっていうね、薄いっていう一点以外は書き損じってほぼないと思うんですよね。この例えばボールペンとかだったらインクが出なくなったりとか、あとシャープペンシルだったらね、芯が切れてしまうとか芯折れちゃってみたいなところ、そういうことがねないとは思うんで、まあそういうのがないんで、議事録とか、あとまあ僕はあんまりないですけど、インタビューとかでねメモったりとか、何かのねカンファレンスとかでメモを取ったりとかするときに関しては、まあ後でちょっと見直してまた再度文章とかね、まあなんかテキストにね、テキストっていうかテキストのファイルにね、PC で打ち込み直すみたいな、そういう時、そういう前のためのメモとかにはすごく向いてるのかもしれないですね。まあというかそのくらいの用途でしか思い浮かばないな、うん、この薄さだとっていう感じですなんか思ったよりね薄かったので、うん、っていう感じですね。ちょっといまいち使い道がね分かりづらいところかなという、そういう気持ちです。ただなんか YouTube で見たんですけど、結構ね個体差があるらしくて、すごく、まあ、これがねどのくらいの、まあちょっと数本か何本か買ってねテストできればよかったんですけど、1本しかね手に入れることができなかったので、ちょっと比較ができないんですけど、まあ、これがねすごい薄い、まあ、結構ね個体差があるらしいんですよ。でその個体差でね、これが薄い個体とかだったら、まあ、普通に使えるのかなとは思いますけどね。うん、ちょっとそこに関してはなかなか難しいですね。まあ、個体差があるっていうのも厳しいんですけどね、買ってみてなんか薄かったから使いづらいっていうのはちょっと微妙なところではあるので、だからサンスター曰くその個体差っていうのも、まあ、今後ね生産がこなれてくれば、っていうかかなり生産本数が増えれば、そうすれば安定してくるっていう話ではあるんですけど、今のはどういう状態なのかっていうのがちょっと分かりづらいっていうのがあれですね、うん、厳しいところかなとは思いますね。はい、っていう感じでした。まあ面白い商品なのでね、まあ普通のメタル芯のやつ、まあ今までって、まあ、昔からね金属で書けるペンみたいなの、鉛筆みたいなね、金属鉛筆みたいなのは普通に売られてて、でそれってね結構まあ同じように薄いんですよね。てかこれよりも多分もっと薄い感じなんですけど、まあそれに比べると濃いので、まあ金属ペンとかが好きな人にはいいのかもしれないですね。ただこれを使っていくとね、もちろんここすり減っていくので、16キロかけるって書いてありましたけど、例えば5キロとか書いた後どんなねすり減り方をしてて、まあ、まともに書ける状態なのとか、先がね普通の鉛筆だったら先を尖らせることとかいうのがね、ナイフとかで尖らしたりとか鉛筆削り入れれば尖ったりとかするんですけど、それができないところでどうなのかなっていうところですよね。うん、丸まった芯のまま書くのって結構苦痛じゃないですか。線がね太くなってしまったりとかするんで、文字書きづらかったりとかするのを、まあ、耐えられるのかどうかっていうところですよね。まあそこら辺もね長期で使ってみないとわからないっていうところが、まあ難しいところかな、うん、っていう感じでした。あと1個あるわ。これがねすごい特殊っていうか、その金属鉛筆が、まあ、今まで売られてたんですけど、ちょっと今ね
消しゴムどっか行っちゃったんで、なんとも試せないんですけど、これ消しゴムで消せるっていうね、っていうのが、消しゴムで消せるっていうのが売りの一つなんですよ。あの黒鉛をね、黒鉛をここのペン先の金属に混ぜることによって削りやすくなって、で、その粉をね、消しゴムで消すことができるみたいな感じなんですよね。うん、ちょっと試せればよかったんですけど、ちょっと今手持ちのね、鉛筆っていうものがね、ほとんど処分しちゃったっていうか、鉛筆はあるんですけど、ちょっとあんまり使わないもの箱みたいなのに部屋を片付けるときにね、突っ込んでしまって、今手元にないんですよね。なので、ちょっとね、試せないんですけど、うん、ただかなり厳しいな。普通に書こうとするとこの濃さだからな。うん、っていう感じでしたね。はい、ちょっと使い道どうしようかなっていうところですけど、まあ面白いものではあるんで、で値段がね1000円ぐらいだったかな。なんで、まあそこまで高くない、長時間か、長距離で言うのがあれかわかんないですけど、長くかけるものとしては全然ね高いものではないとは思うんで、いいんじゃないかなと思います。ただちょっとね、アマゾン見たらぼったくりみたいな値段になってたんで、ちょっとそこだけはね買うの、気をつけてもらえればなと思います。はい、っていう感じでした。